パッセロミサキオ海戦。パッセロミサキオ海戦は、第二次世界大戦中の1940年10月12日に、シチリア島南東沖で、イギリス海軍の軽巡洋艦エイジャックスと、イタリア海軍の駆逐艦及び水雷艇7隻とので、戦われた海戦である。この海戦は、イギリスのマルタへの補給作戦の結果正規した。1940年10月。 イギリス海軍の地中海艦隊は、アレクサンドリアからマルタへの補給作戦、メガバイト6作戦を開始した。マルタへ向かう船団は4隻の貨物船からなり、防空巡洋艦2隻と駆逐艦4隻によって護衛されていた。この船団の支援のため、船艦4隻、空母2隻、巡洋艦6隻、駆逐艦16隻からなる艦隊も出撃した。駆逐艦インペリアルが、 嫌い腹で損傷した以外は特に何事もなく、10月11日に戦団は目的地に着いた。悪天候のためこの時まで部隊は発見されず、イタリア艦隊による妨害を受けることはなかった。だが、帰港する部隊はマルタ出港後すぐに旅客機に発見された。イタリアの艦隊司令官イニーゴ・カンピオニ提督は、イギリス艦隊がジブラルタルへ向かう場合に備えて、 駆逐艦部隊に、ボンミサキへ向かうよう命じた。カンピオーには、敵戦団に対し大型艦を向かわせるには、すでに遅すぎると判断した。同じ頃、駆逐艦4隻と水雷艇3隻が、北緯35度45分から北緯35度25分の間を紹介していた。それらは、第11駆逐隊、カルロ・マルゴッティに大佐のソルダティ級駆逐艦、アルティリエーレ、 機関、カミチアネーラ、アビエーレ、ジェニエーレと、第一水雷隊、アルベルト・バンフィ大佐のスピカ級水雷艇のアリエール、アルチオネアイローネ、機関であった。これらは南北に並び西に向かって航行していた。一方、イギリス側では、第七巡洋艦船隊が偵察のため先行していた。 10月12日午前1時35分、第7巡洋艦船隊の軽巡洋艦エイジャックスは、その左限前方19,600ヤードの場所を、東に航行していたアルチオーネに発見された。続いて、アリエールとアイローネをエイジャックスを発見し、3隻のイタリア水雷艇は、全速力でエイジャックスに向かっていった。1時55分、エイジャックスもアリエールとアイローネ、JA、を発見した。 1>, 1時57分、イタリアの水雷艇3隻がエイジャックスに対して、魚雷を発射した。アルチオーネが1900ヤードの距離で2本の魚雷を発射。アイローネも2本を発射し、アリエールは1本を発射した。しかし、エイジャックスが増速と変身したことで、魚雷はすべて外れた。アイローネは、さらに2本の魚雷を発射するとともに砲撃を行った。魚雷は命中しなかったが、 砲撃は3発がエイジャックスに命中した。一方、エイジャックスもイタリア水雷艇に対し砲撃を開始した。まず、アリエールが被弾し20分後に沈没した。アリエールでは艦長を含め大部分の乗員が戦死した。アリエールは撃沈される前に魚雷1本を発射したとされる。次はアイローネが命中弾を受けた。 アイローネはすぐに戦闘不能となり炎上して3時34分に沈没した。もう一隻の水雷艇アルチオーネは無傷であり、砲撃を行った後2時3分に接触を経った。2時10分、北上していたアビエーレがエージャックスを発見した。アビエーレはエージャックスに対し砲撃を行ったが、エージャックスからの砲撃で、被弾損傷し戦場を離脱した。アビエーレは、 魚雷を発射しようとしたができなかった。2時29分からは、エイジャックスとアルティリエーレが交戦した。アルティリエーレは、魚雷を発射しようとしたところで、エイジャックスから砲撃された。アルティリエーレは1本の魚雷を発射し2800ヤードで3回、停車した後、被弾した。発射した魚雷は外れたが、4.7インチ砲弾4発が命中し、エイジャックスのレーダーなどを損傷させた。 カミチアネーラを砲撃後エイジャックスは戦闘を打ち切った。カミチアネーラには命中弾はなかった。エイジャックスは13名の死者と20名以上の負傷者を出していた。また、この戦闘で490発の砲弾と4本の魚雷を発射した。エイジャックスの修理には約1ヶ月を要した。カミチアネーラは艦長と多数が戦死し大破したアルティリエレを 抵抗しようとしたが、他の巡洋艦が現れたため断念した。アルティリエールは、重巡洋艦用区によって撃沈され、アルティリエールの生存者は翌日イタリア海軍によって、救助された。なお、カミチアネエラは、無事帰投している。また、アルティオーネはエージャックスが去った後再び戻ってきて、アリエールとイローネの生存者を救助した。イタリア海軍は初めて、野戦における、 イギリス海軍の技術や装備が優れていることに気づいた。もし、イタリアが技術的な差を埋めようとすれば、イギリス海軍による照明弾や単焦灯、焼夷弾の大規模な使用に対抗しなければならなかった。また、イタリアは敵によるレーダーの使用も疑ったが、この時まではそれは単なる推測でしかなかった。イタリアは航空偵察における欠陥が、 主力部隊の素早い展開を妨げ、イギリス側に状況が不利であれば、戦闘を回避できるという有利な状況をもたらした、と結論づけた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。